平方市立との山第一小学校は、大阪府平方市上野一丁目にある公立、小学校。1875年に設置された、小学校を起源とする。当初は、所在地の牧野村の名前から、牧野小学校と名乗っていたが、牧野村が1935年2月11日に、正代村と合併して、との山町になったことに伴い、 現在の殿の山第一の名称となっている。殿山町は1938年11月3日に平方町に編入されたが、学校名称はそのまま継承された。なお、牧野小学校の名称は後年になり、昭和時代に入って新設された小学校の名称として採用されている。昭和時代初期、学校が村南部にあったことで、 住民らが村北部への分校設置を求めていた。しかし1934年9月21日の室戸台風で校舎が倒壊し、学校復旧に伴う村財政の圧迫で分校設置が困難な状況になった。このため、隣接する正代村にあり、同じく室戸台風で被災して校舎復旧が必要な正代尋常、高等小学校を 牧野村寄りに新築移転し、牧野村北部を正代小学校校区に加える。牧野小学校は規模を縮小して復旧するとしたことが正代村との合併で、殿の山町が発足した要因となっている。また1939年3月1日には、金や火薬小爆発により校舎を消失している。 地域の宅地化に伴う児童数の増加によって周辺地域で新設校が開校したことに伴い1950年代以降制度にわたって校区の変更が行われている。ありがとうございます。